うーん、お薬って名前が似てるのに作用が違うものがあって覚えにくいな。カペシタビンがフルオロウラシルのプロドラッグで、エノシタビンはシタラビンのプロドラッグで、ケムシタビンはプロドラッグじゃないんだ。ゆかりさん、裏でゲームしない？したらええのに、で覚えよう。我ながら覚えやすい頃だ。よし、次は、クロミフェンとタモキシフェンとラロキシフェンの違いを覚えるぞ。よく勉強しているようだな。こいつ、直接脳内に。勉強は頑張ってますよ。国家試験が近いんですから。そうか、ならば、国家試験に絶対に受かる方法を教えてやろう。え、絶対に受かる方法、それって。ということで、神様になりました。ちゃんと勉強してということで、ライズトゥールインズというゲームを遊んでみます。これは、どういうゲームなんですか？神様になったって言ってましたけど。簡単に言うと、タワーディフェンス村作り、だね。タワーディフェンス村作り。つまり、敵襲から守りながら、村を発展させていくと。そういうこと、まあ、よくあるゲームだね。どんなゲームかは、実際にプレイして確かめてみましょう。じゃあ、ゲーム開始。ライズトゥールインズって、日本語で言うと何ですか？廃墟になる、とか？ええ、かなり物騒な名前ですね。さて、まずは村を立ち上げる場所を決めましょう。マイクラみたいにバイオームが分かれてるんですね。真ん中が草原で、上が砂漠で、おすすめの場所ってありますか？おすすめというか、無難なのは緑がある場所かな。やっぱり、この世界でも木材は大切だからね。じゃあ、この辺で。テストプレイで遊んだところは避けて。ここにしましょう、アウトランズ。日本語で言うと、辺境地、遠隔地だね。あんまり村作りに適してなさそうな名前だ。多分、バイオームの境目だからそんな名前だっただけで、大丈夫だとは思うよ。はい、こちらが、村作りをするワールドです。結構な広さですね。ところどころ、人工物っぽいものも置いてありますが。それで、まずはどこかに、キャンプを建てます。どこがいいとかあったりするんです？木材、石材、クリスタル、水、食料が近場で集まるところかな。あ、結構な条件あるんですね。そう、だから、結局数箇所に限定されちゃうんだよね。かなり悩んでいたのでカットします。これが石材です。この緑色が木材ね。まあ、わかりやすいですね。この青色のものがクリスタルです。クリスタルは建物とか機械を作るのに必要になってきます。そしてこれが食物。これは人参ですが、他にも種類があります。青い地形が水ってことですね。そう、どれも序盤から必要になるから、一堂に会した場所を選びましょう。おや、この茶色ってなんだろう？あ、これも木材なんだ。バイオームが変わると木材の色も変わるんですね。木材はある、石もある、食料もある、水もある、クリスタルもある。全部揃ってます。ここにキャンプを建てましょう。ここをキャンプ地とする、ですね。この辺りで。でもできるだけ下に持ってきたいから。ほいっと。キャンプの場所を指定すると、13人の村人が召喚されます。13人の小人、じゃないか。小人は7人だ。村人たちは協力して、せっせとキャンプを組み立てていきます。これ、資材はどこから来てるんです？最初のキャンプは自分たちで持ってきた資材だけで足りるよ。でも、次に何か建てるときは、ワールドから採取しないとね。はい、キャンプを建て終わるまでカットしました。なんかあれですね、BGM はあるけど、効果音がなくて寂しいですね。なぜかわからないんだけど、私のパソコンだと、プレイしてしばらくは効果音が再生されないんだよね。効果音だけ再生されないんですか？多分、しばらくしたら再生されるよ。さて、次の建物を建てましょう。建物は、右のタブで選択します。まずは、ランバーシャック、木材小屋を建てましょう。木材専用のストレージってところですか？そう、一応、キャンプにも、ある程度の収納力はあるんだけど、全然足りないから、木材や石材のようにかさばるアイテムは、専用の収納を用意した方が良さそうだね。
さて、おそらく資材が足りなくなるはずなので、採取の指示を出します。採取もこちらから指示を出すんですね。採取の指示は、左下のアイコンから行います。左から、伐採、石材採掘、クリスタル採掘です。一つ使えないアイコンがありますが、これは食料の採取ですね。え、最初から食料も取れないんですか？まあ、初日は食料がなくてもなんとかなるから、伐採のアイコンを選択して、切って欲しいところをぬりぬりしていきます。スリスリ、スリスリ。違う、ぬりぬり。石材の方も採掘指示を出しておきます。これで、村人が資材を採取して、建築を進めてくれるはずです。それでは、建築をしている間に、画面の説明をしていきます。まずは左側、村人の職業についてです。ここで、村人の職業の割り当てを行います。今はビルダーしか職業がないですね。そして、ちょこっと右上、黄色の数字が、職業についていない人、無職ですね。うわ、もう二人しか余ってないじゃないですか。そう、かなり人員がシビアなんだよね。移民がやってきたり、子供が生まれたりすると増えるんだけど、前者はランダム、後者は時間がかかると、あまり期待できないんだよ。うまく人員を割り振っていかないといけないんですね。次は上のアイコン。ここで、魔法を使うことができます。おお、いきなりファンタジー。神様なんだもん、魔法ぐらい使えるさ。どんな魔法かというと、攻撃魔法、回復魔法、豊穣の儀式、建物の修復などなど、今見えてる5個以外にも、たくさんの種類の魔法が使えます。実は神様一人の力で村を発展できるのでは。確かに最初は大きな力だけど、進んでくるとビビたるものになっちゃうかな。それと、青いゲージが MP です。さすがに、無限に使えるわけではなかったですか。このゲージは、村の人口が増えると上限が増えていきます。その右は、メニューとか、地図とか、統計とか、そんな感じ。あんまりよくわかってないんですね。テストプレイをしたと言っても序盤だけだからね、これから勉強します。ゲームの勉強より先に国家試験。右上は、時間を示します。このワールドの一日は、夜明け、朝、昼、夕方、宵、夜からなります。あと、ワールドの進行を最大3倍速に加速することができます。あとは一時停止もできます。その下は先ほど説明した通り、新しい建物の建築です。最後に右下は、建物の機能を停止、解体、それに、地形の削除ができます。地形の削除、それは採掘や伐採とは違うんですか？採掘や伐採をした後の地形は、しばらくすると回復します。ですので、たとえ採掘をして平地を広げたとしても、そこに建物を建てることはできません。地形の削除を行えば、そこに建物を建設できるようになります。なるほど、土地を広げたいときは地形削除、ですね。なお、地形破壊も指示を出せるだけで、実際は村人が行います。さて、ちょうどいいタイミングで、木こり小屋の建設が終わったようです。なんか、表示が出てますね。ノーワーカーズ、働き手がいないって表示だね。木こり小屋だから、木こりを雇えるよ。あ、今気づきましたが、職業が一つ増えてますね。ナンバージャック、これが木こりだね。最大で6人まで配置できるけど、人手が足りないから2人で行くか。うわぁ、早速カツカツに。せめてあと10人は欲しかったかな。さて、木こりは木材を採取して、小屋に運んでくれます。え、でも、ビルダーも木こりしてましたよね。ビルダーは、自分の建築に必要な分しか伐採してくれないんだよね。木こりはそれ以上に伐採してくれるから、ある程度在庫を作ることができるよ。在庫を持っておけば、建築の度にいちいち取りに行く必要がないんですね。逆に、在庫さえ確保してしまえば木こりに人員を割り振る必要はなかったり、倉庫が満タンでも伐採をやめないから、そこら中に木材が放置されることになるよ。アホですね。さて、本当なら夜までやりたかったけど、動画時間が15分すら超えそうだったのでここで切ることにします。これからちゃんと勉強するので、次の投稿は2月です。では、また次回をお楽しみに。